でちょっとかぶりそう、うん、かぶりそうだな、ね、何困るぞ提出順位これは誰だからこれはかぶらんやろっていうの言ったこれでいこうこれめっちゃさこれかぶる外しに行ってかぶったやばい外しに行ってかぶる可能性があるからそうそうそう、うん、じゃあこっちかじゃあこっちにしとくかかぶるなよなうわぁなんだろう初めてだねえ、どういうこと？なんか、なんか言葉のヒント。ああ、なるほど。俺の番です。この言葉のヒントどうだ？俺もよ。この上のやつのヒントを4人で出すけど、かぶると、うん、着夜くんが答えるねんな。答えねんな。俺が答えるっぽい。絶対かぶんなくね、これ。あ、じゃあ俺ら4人はみんな同じワードが出てるってこと？そうそうそう。オッケー。あ、で、ヒントを書くんだ。かぶらんやろ、こんな。かぶらんやろ、これ。なるほど。あ、やっちゃった。まあいいか。おおすごい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 今わかる投票中ですこんなん死ぬ人の顔めっちゃおもろえこれでなんか×かチェックか押すのこれ×がダメなの、うん、かぶってるわってことだよね、うん、多分、うん、じゃあ大丈夫チェック押しておけばいいのかなチェックそうやと思ううん OK 上がってこい昔の人の形、温泉、バナナ好き、日光すごいねええ当てようこれでいいんじゃないのあ、これでいいんだあーあ、なるほどねうわ、これむずおもろあーあー、はい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 まあ、過ぎたヒントはダメだ、うん、うん、はいはいはいこれは大丈夫でしょこれかぶんないでしょうんはいこいワンちゃんかぶるかこれおーおーおもろいいんじゃないうん、うん、いいんじゃないこれシンプルでいいなうんなんでなんでやねんはい、B がなくても知らないだろ話聞こかごくごく液体自動販売機ないですんー、ないとしいや、むずいないや、そうよね、このあ、そういうことってなるよね、このそこ、そ、ね、そういうことね、みたいなこれチャットじゃなくて、真ん中の当てようってとこに貼ったらダメかもあ、そういうことなんだ、これそう、さっき俺滑ってましたよへぇ、いや、これは、抗議的なあ、飲み物飲み物抗議すぎるな逆にむずいおー、きたうわむずこれ、これわこれはいや、これでちょっとかぶりそううん、かぶりそうだな何困るぞかぶりを恐れてみんな、なんかややこしいこと言いそうあ、でも、のすけ早いなオッケー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 提出順位だけど誰だからこれはかぶらんやろっていうの言ったこれでいこうこれめっちゃさこれかぶる外しに行ってかぶったやばいこれ、そう、頼むよ、ほんとにね、外しに行って被る可能性があるからそうそうそう、うん、あ、そうだよな、そう考えたら逆にストレートに頼むぞじゃあ、じゃこっちかじゃあこっちにしとくか被るなよなうわっ外す3人つぶれた嘘だよなでも、まあ、俺だけみたいな、嘘だよなそこで被るわぁキスむずすぎあ、最悪や違います脳波のこれ1回しか答えられないんだこれしかもさ、これ3人被ってたのをあのミサエで被りましたなんでだよなんでミサエで被るしんのすけでいけよ、しんのすけいや、待って、おもろいしかも外し方がみんな同じ考えでめっちゃおもろいな、ほんまにひどしでもしんのすけでもなくなんで誰も普通に生えてる花とかでいかないのミサエさんにあーおもろおいミサエでかぶんなマジでおもろかったあさあ何来る何しようこれちょっとうまいこと出してなヒント、うん、これおもろいそう違うなじゃあこれ、まあ、うわなみんな遠いよこれ何を言ってたのよまあ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 かぶってないなもう
いやいや、日本人行けるって。日本語で外しに行ったな。講義で日本語で美味しいみずみずしい。何？わかるか。だいぶアバウティーだ。あ、惜しい。うわー、惜しい。惜しい。くそ。あ、何これ。これ俺らはあれか、かぶさなかったみたいなのでもらえんだな。あー、そもそも。なるほどね。これ何ですか。これ何な、何なんですか、そもそも。わかんないから、イメージで書いていい。うん。これかな。もう送っちゃったから調べよう。うん。ああ、むずい。あ、なるほど。これは、あ、でもまあまあまあ、おお、まあまあまあいいんじゃない。はい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 。え、あ、なるほど。頑張れか。はあ、むずいこれ。 S ってことは、そういうことかな。わかった。お、この頻度でわかったっすか。スーパーマンの S じゃないよ。なるほど。エスケープの S。 エスケープの S か。え、むずっ。いや、マントとか言うから。あー、これね。うわー、これはね、むずいよね。え、むずすぎじゃないこれ。これでいくか。え、むず。このルールめっちゃいいな。うわー、いやー、似たく外した感あるな。これまあまあ、これ当てたらすごいな。うん、これあったらすごい、ほんまに。おもろな建物の名前。むず。いや、これは、うん、どうだ。うわー、惜しいなマヤでした。いや、物置かぶりしました。あー、これこれちょっとかぶりそう、怖っ。かぶりそうやね。まあでもこれはもう俺はちょっとさすがにこれいかしてもらうかな。うわ、かぶりそう。いや、じゃあじゃあ、あれするか。うわー、どうしよう。じゃあ俺は、俺かなりメジャーなやついくから。ちょっと待って、うわ、頼む。そんなこと言わんといてよ。じゃあここ、これかぶったらおもろいけど、これあたりいくか。おお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 これでしょ。これは来た。おお、すごい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 。まあ、みんなでね、あっていく。あ、これちょっと。うわ、あ、なるほどね。これもか。これのメジャーなやついったらちょっといかれそうだね。知らない。え、こんな。何と言う。俺のヒントが、俺のヒントが。しかたすごい。あ、そっか、柿さんか。あー、じゃあこれでこれを捨てかぶんない。わ、待って待って、これかぶそう。ちょっと待って、これかぶそう。はい。よかった。おおおちょっとね、このシリーズ強すぎないか。さっきのがいけない。さっきのもちょっとこのシリーズ強すぎる。強すぎるからね。これちょっと単語芝居だ。単語芝居するよこれ。強すぎやこれ。ちょっと禁止する、ちょっとタイトル禁止する。せめてのなくそう。確かに。そう、のがなかったらいい。のがやばい。いや、これむずいな。おい、禁止にした瞬間俺の番来るや。あ、単語でいく？そうね、単語で。いや、待って、これは良くない。いや、これ被る？え、これむず。いや、意外とね、被んないと思うな。
マジ？かぶりません。うわ、かぶった。ちょっと待ってよ。これは終わったな。これは終わったな。これはきついな。頑張れ、かきさん。な、ちょっと待って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 、モンスター。助けくんだ。ハンターハンターモンスター。え？いや、いけるよこれ。あ、でも逆にいけるかもしれんなこれ。あー、確かに。あー、なるほどな。うわー、それが消えたのよ。思ってるもわかったな。うわー、でもこれ、うわハント、まあ実質合ってるけどな。実質合ってるね、狩りの英語がハントやから。これむずいな。むずいな、これかぶりそう。かぶりそう、これなんで俺とかぶりそうやつくんだ。むず。まあまあ、これはかぶんないし。うん、王道で行く。単語で王道行くんなら、じゃああれ行けないからどれ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 、はい、うわ、やべ、むずい。単語単語単語でした。うわー、やべやべやべ、あーやべ、なん、何もそんなことない。簡単や。何も追いつかなかった。ちょっと待って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 、お前ら一緒やろこれ。違う違う違う、あこれ一緒やろお前。英語と日本語やけこれ。まあそっちの判断で、あの、切ってください。これどうします。でもまあまあ、出してもなくてもあってもなくても、まあどっちでもいい、どっちでもいい、勝ってもなくても、うん、ヒントだよな。一緒やもん、この二人の言ってること、うん、あー、え、簡単や。あー、いけるな。え、そういうこと。当ててもらいましょう、ビシッと。はい。おーい、男と男性で迷ったわ。あー、そう、むずいよな。まあでも、まあ男でもほぼ正解。ゲーム的にこっちできそうと思って。おーい、総合ですね。めっちゃおもろかったんけど、これ一番。いや、おもろいよ、これ。おもろいよ、これおもろいな。なんだろう、浮かべますよと。なるほどね。魚が取れますね。鮭かな。鮭。あー、くそ。あー、なるほど。服についてる丸いやつ外します。かわいい。2種類いるかわいいやつ。おっ、かっこいい。2種類、ものすごい、あの、丸いものを飛び出させるやつ。そうそう、大砲を発射するやつは。大砲を発射するやつ、はい、戦争で使われます。あ、わかった。おお、平和だな。エッチをするところ。何で言うの、こいつ。どこで。おい、ちょっと、おい、やめろって。ほぼ出てる、ほぼ出てる、ほぼ出てる、もう出てる。ちょっと言い方を変えてください。言い方を変えて。いや、言い方っていうかね、もう違うんでな。よし、これは日本語訳で。マイクラで何かを書きます。それを書くと分かりやすくなります。え、めっちゃおもれ。あの、木材を使って作る額目のやつですね。注意書きとかをするやつですね。あー、わかった。あ、そう、いいね。限界の人がここにいます。やめろ、やめろ、それ。あれ絶対切り抜かれますよ。ああ、面白かった。お前、限界の人が。ああ、おもろ。